ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、このなんかすごい気の抜けるキャラクター、おい、そこのチュートリアル買わないか。たったら50ダークドルだぜ。ダークドル、いらない。50って言ったか。たった今セールが始まったで。20だ、20ダークドルでいい。いらないよ、焦ってる、めっちゃ。じゃあ1だ、1ダークドルでいい。頼む、買ってくれ、売れないと困るんだよ。めっちゃ泣きよりやん、怖い。いらない。すみません、1ドルだったら僕持ってます。そいつはダークか。はい、そうです、1ダークドル。ありがとよ。こっちだ、ついてきな、ジェントルナーさんよ。ジェントルナーさん、何、仲間？悪いな、俺らは本来パズル担当なんだが、生活のために仕方なくチュートリアル担当をやらされてな。今の王様が権力逃げた時、パズル担当は全員クビにされてよ。その後釜に据えられたのが、ルールノーカードってやった男だ。通称反物庫？奴には気をつけろよ。何これ、落とし穴？ホール目標。1ドル、月間チュートリアル毎週発行。10ドル、週間チュートリアル毎月発行。100ドル、チュートリアル制作を停止。どういうこと？僕はクリスマスター。クリスのことなら何でも聞いて。クリスのこと？自分？またな。僕は数字マスター。なんで知っとるん？そういう豆知識。数字喜ぶ。どんな時？君が僕らにお力。別に、どうでもいいな。僕なんか変なこと言った？ちょっと待って、クリスの豆知識もあった？どんどんしよう。僕らに寄付。幸運授かりハッピーになる。あそこにあるよ、募金ホール。盗まれちゃったよ、募金ボックス。あれ、募金用の穴なの。僕はラルセイマスター。ラルセイのことなら何でも聞いて。ラルセイ喜ぶどんな時？君が僕らにお金くれる時。そしたらラルセイ君をハグ。そして僕のダーリンと呼ぶ。嘘だ。そんなことお金を払わなくたって喜んでやってあげます。何の話？僕は TP マスター。TP のことなら何でも聞いて。TP って何やった？ TP って何？必要なんだよ、魔法使うのに。縦の、ゲージ？見えるだろ、オレンジのメーター。魔法使えよ、上まで溜まったら。TP って何？ TP、トイレットペーパーって意味。違うでしょ。じゃなくて、テンションポイントの略です。そうなの？おいおい。募金ホール。私たちのチュートリアルにご満足いただけたなら、穴にお金を入れてください。1ドル。穴は満杯になるの早くね。で、よろずやへ。ひひひ、よく来たね。あ、これダークキャンディ。星型のキャンディ40回復。アンバーカード。防御力を上げる。スケアソード。黒とオレンジ色。スケアソード、でも武器買ったところでやな。ね、回復アイテムの方が良かったかな。付き合うよ、どうせ暇だしね。あなたは誰？私かい？名前はヌイってのさ。逆さに読んだら犬さね。でも猫だよね。まあ曲がりなりにもこの店の主だから犬よりはマシなご身分だろうけどね。長年いろんなガラクタ集めてきたよ。別にどれも大して思い入れのある品じゃない、単なる暇つぶしさ。ここじゃ暇つぶしの一つや二つないとやってられないのさ。でなきゃ他の連中みたいにおかしくなっちまう。ライトナーについて。誰ライトナー？遠い昔、私らダークナーはライトナーたちと仲良く暮らしたのさ。そういうこと？光の国の人たちみたいな。私らにとっちゃ神様に等しい存在で、ね、守護神というか、創造神というか、私らに目的を与えてくれたのがライトナーだったのさ。ところがある日突然、私らはこの暗い檻に閉じ込められた。そしてライトナーたちは二度と戻ってこなかったのさ。屈辱を受けた王様は武器を取り、私らを見捨てたライトナーたちに復讐するつもりでいる。と言っても王様の兵隊の中にだって、いつかライトナーたちが戻ってきてくれたらと、淡い希望をせずにいる者もいるがね。この王国について。この国はかつて東にあるカルタス城を居城とする四王が治めていたのさ。ところが最近になって怪しい騎士が現れて、四王のうち三人が囚われの身になってしまった。以来残った一人の王と、その変わり者の息子が、牽制を欲しいものにしてるのさ。まったくこんなカオスはあの時以来だよ。あの時の話はあんたにする必要はないね。どの時だよ。伝説の勇者です。
あんたらが例の勇者だって？この国の泉を封じる？まあせいぜい頑張ることだね。私にはどうでもいいことさね。私みたいなダークなのには光だろうと闇だろうと明るい未来をもたらすもんなんぞありゃしないのさ。ねえ、ちょっとさっきのアイテム、ロープキースケアソード間違えた。で、買うのでアンバーカードこっち買おう。防具の方が大事やんね。出ます。またおいで、次があればね。はっはっは、怖いよー。で、これでとりあえずアンバーカード、薄っぺらい正方形の護符、体に貼り付け防御力を上げる。ふんふん、なるほど。とりあえずセーブしとくか。なんか扉みたいなのあるけど。お？はぁ、まったくこいつは飛んだ呆れポンチだな。ピエロちゃんたちがカンパクしやがった。ここで残念なお知らせだ。さっきお別れしてから数分の間に新たな戦闘チームを編成したぞ。この先へは一歩も通さん。今度はさすがに紫さんだって歯が立たないぞ。ほっほっほ。さあお前たち格好は。うるせえ、黙れよ。ほっほっほ。んだよそれ、何のつもりだよ。ほっほっほ。これは僕様の邪悪な笑いだ。どうだ、怖いだろ。お上品ぶったババアの高笑いにしか聞こえねえんだけど。それはつまり、すんごい怖そうってこと。黙れ。大丈夫？ボコボコにされない？お前、それで本当に怖がらせてるつもりかよ。言っとくけどな。全然怖くねえから。てめえみてえな弱いくせに引っかってる奴が一番ムカつくんだよ。お前は本当の恐怖ってやつを分かってねえ。胸ぐらつかまれて顔を食いちぎられても何が起きたか分かんねえだろ。そんなことな。へえ、そうか？怖い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 。食いちぎられる？じゃあ試しにやってみるか？まずは、てめえの顔が血みどれになるとこからだ。バケモンやん、大丈夫スージー。あー、なるほど、分かったぞ。ありがとう、紫さん。は？ご親切にどうもありがとうございます。怖くするコツを教えてくれて、おまけに邪悪な笑いのお手本まで。は？俺は別に。それじゃあ早速。お前たちをボッコンボッコンにさせてもらいまーす。むはははは。ざますー。ざますいらんくね。まあさっきよりはマシになったか。泣いてる奴らがいっぱい、ジグソーリーのボードに行く手を塞がれた。とりあえず行動で、警告しようみんなに。ラルセイと二人で敵に警告した。スージーに注意。敵は全員身構えた。てか多分一回攻撃されてるよね、スージーに。行くぞ、覚悟しろ。家賃払わなきゃ大丈夫かよ、おい。ああ、痛いって。やめてよ。ジグソーリーは仕事を辞めたがってる。なるほど。あ、逃がせれない。身構えてんの。警告？スージーに注意して。大丈夫、みんな。行くぞ、覚悟しろ。戦うなよ、おい。ああ、間違えて。ああ、危ない。ジグソーリーは更新するふりをしている。これ多分まだいけんやつやろ。ほら。警告しますよ。はい、スージーに注意。乱暴するのはいいことなんだ。よくないよくない。そんな悪い考えになっちゃいけないよ。ラルセイだけなんかめっちゃ減っていきよ。ボール紙の匂いがする。身構えたまんまだな。ほら、スージーに注意して。俺は戦うのが好きだ。絶対戦うの好きじゃないやん。あ、ちょっと待って。ジグソーリーは更新するふりをしている。これは仲良くした方がいいんかな。仲良し。仲良しで、スリープ？仲良くしようと言い終わらないうちに、もうしょうがないなぁ。ちょ、待って、デレデレかよ。ラルセはスリープを唱えた。しかし敵はくたびれていない。逃がすことならできるかも。あ、なるほど。僕たち仲良し、ラララ。君みたいな友達が欲しかったんだ。やっぱり戦いたくなかったんだね。ジグソーリーは仕事を辞めたがっている。みんな、逃げるんだ。うん、オッケー。
ほら、逃げよう。なんか行動パターン変わったんすけど。やめてよ。ジフソーリは今月の家賃を計算している。もう戦う気全然なくなってん。てか回復した方が良くない？思うんやけど。ダークキャンディ、自分、あ、最初に逃がすけん無理か。逆にすればよかったね。てかさっきのあの扉なんなんやろ、気にならん？これこれ、ドアフレームがポツンとある。なぜか向こう側が見えない。中に入れんのや。フレームだけ？この部屋を見て。クリス、またパズルだ。勘弁してくれ。説明を読んでみよう。割れてるよ。あ、あれ、説明のボードに落書きが。なになに？何時愚かなり、かくなる上はパズル解く手段なし。説明を読めなくするなんて、こんなの完全にルール違反だ。続きがある。ルールはヨガ自ら作り候。 RK より。誰 RK？ ランサーさんじゃないってことよね。まあそういうことならしょうがねえな。何？このトゲトゲのフェンスを登って乗り越えればいいんだね。串刺しになって死んじゃうよ。じゃあフェンスは俺に任せろ。お前らはパズルだ。じゃあクリス頑張って。え？そんなに難しくないはずだよ。 A を使って箱をスイッチの上に移動するんだ。待て、 A って誰だよ。まあね、まあね。めっちゃお、こういう感じか。あれ？こっちですか？あ、この中しか動かせんってことか。やった、その調子だよ。クリス、いつでも諦めていいんだぜ。無理すんなよ。あ、動かせるんや。それは多分違う。やった、その調子だよ。え？何を言ってるんだい？スージーにその言い方されるとなんか気持ち悪いな。これでいいの？あ、いた！すごいよ、クリス！チッ、せっかく串刺しになれると思ったのに。まあ、しょうがねえな。よし、行くぞ。串刺しになれると思ったとは。クリス、お手柄だね。ん？びっくりした。進めんのかと思った。なんか柱があるけど。特に何もないのか。あ、下から上、カルタス町の我々の部屋の順番。知らんけど。知らんけど。ま、城に来たことがなかったら分かるわけないけど。うん、分からないよ。でもまあ。なんかいろいろやりよったら分かるんじゃないかな。からね。他にヒントはないの？どれも違うのか。これは？やったかな。他、こう。違うね。全部。あとはこれ？わからんやん、全然。何度も言うけど、城に来たことがなかったらわかるわけがない。なぜ看板の文字が変わるんだ。ってことは別の方向から行くしかないってことかな。こっちか。敵がおるけん避けていこうと思ったけど、無理だな。いろんな奴らが現れた。なんかめっちゃ、アバウトな。警告。スージーには注意だよ、みんな。キラキラ。怖いよー。ハーティーはラブに溢れた呪文を囁いている。本当に？本当に？警告。説得。そして、回復した方がいいよね、ラルセ。はい。なんか、怖いんですけど、目が目がものすごく怖いんですけど。あ、やべえ、今ダメージ受けたね。よし、これで。とりあえず、ハーティーに
パーティーに何お世辞？経験値なんていりません。あなたの笑顔に出会えたことが宝物ですから。優しい。さあこれでとりあえずカーティは愛らしい笑顔を浮かべた。かわいい。これでみんな逃がせれる。はい、警告は1回だけでいいんかな。クレイダイヤモンドカッター。やめてよ、戦いたくないんだよ私は。はい、逃げな。オッケー。なんか道の色が変わった。なんこれ、看板これ。光に足を踏み入れれば元の地点へと戻る。あ、なるほど、そういう感じ。ひえ、あー、ゆっくり行った方がいいかな。あ、そういう感じか。オッケー、ちゃんと規則性があったわ。この辺は光らないの？何？なんか追いかけてくるんですけど、怖っ。ポンマンがにじり寄ってきた。何その間抜けな名前。よくわからんけど、とりあえず警告しとこう。スージーに注意。てかスージーターゲットになってないの？そういうこと？ポンマンには耳がない。それでも行儀よく聞いている。耳ないんや。意味ないんや。ってことは？ならば意味ないってことよね。待って、逃がせない。ポンマン、ララバイ。ラルセは優しい声で心安らぐ子守歌を歌った。ポンマン眠りに落ちた。スージーもスージーもですか。やめてよ。ポンマンは目を開くのもやっとだ。とりあえずちょっと待って、ブローシャードショップで売れるとしか書いてないよね。逃がそう。眠っけ。はい。ああ。なるほどね。ちょっと待って。ああ、やられそう、そろそろ。ポンマは目を開くのもやっとだ。ちょっと待って、ララバイ。またチェスの駒みたいに戻ったけど、はい、これで逃げな。あ、回復技があるんやね。なるほど。ふう、またなんかそのうち降りて追ってきそうな。はいはいはい。あ、オッケー。はっはっは。ついに大盤面にたどり着いたようだな。我が城への道のり半分をロハするとは、敵ながらあっぱれだ。ロハ？周波？だが残念だな。何？この先へは一歩たりとも通しはしない。僕様の家来たちにぶっ潰されて、ただの血だまりになるがいい。びっちゃびちゃの、チャップチャップの、きったない血だまりにな。なんでそういう怖くない表現をするの？何それ、バケツ？どうだ、紫カール。今のは怖かったか？なんで俺に聞くんだよ。師匠だからね。なぜなら紫カールは悪役演技が上手だからだ。僕様もそんな風に怖くなりたいのだ。え、お前、私みたいになりたいのか。なりたい。ふん、バカじゃねえの。まあでも、今の笑い方は悪くなかったぜ。それに俺らを血だまりにするってセリフもいい線言ってるな。で、このバケツは何なんだよ。血を入れる用だ。床を汚すと怒られちゃうから。とにかくお前のご意見に感謝する。おかげですんごい怖くなれた気分だ。あ、いや、そりゃよかった。で、お前のキャラはいつ襲ってくんだ？あ、そうだった。浮かれすぎて連れてくるの忘れた。だが次こそはお前たち。さっきからずっとピエロちゃんたちって呼んでるわけだが、お前たちって公式チーム名みたいなのないの？そうだよ、クリス。チーム名を考えよう。いや、考えなくていいから。よーし、じゃあ決まりだな。みんな自分が考えた名前をこのバケツに入れろ。は
はい、みんな入れてな。何それ。じゃあそこの葵お前選べ。なんかお前自分どうでもいいっすわみたいな顔してるから。くしゃくしゃの髪、きっちりした髪、ランサーと書いてある髪、きっちりした髪を選びます。きちんと畳まれた髪を手に取った。広げてみた。伝説の勇士たち、楽しい友情の予感。何それ。あ、はい、それ僕のです。個人的には僕たちにぴったりの名前だと思うな。だって僕たち3人は友達だし、楽しいことが大好きだし。いや長すぎだろ。それに敵が聞いたらどう思う。奴らたちになりたがってる、勘違いされっぞ。もっと短くて敵が聞いたら震え上がるようなのにしようぜ。インパクトあってすんげえ強そうなやつな。例えば、そうだな。楽しみたいとか。かわいいかよ。ほらあれだよ、楽しいの部分に的を絞ったんだよ。素晴らしい。じゃあまたな、楽しみたい。僕様はアフタヌーンミルクを吸収する時間だ。楽しみたいになったの私ら。かわいい名前ね。楽しみたいの力が胸の奥で輝いた。大盤面っていうやっぽ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、ランサーさん肉面キャラやわ。いいなー。最後まで出てくるんかな。